こんばんは、日常演舞です。本日はこちら、ローソンで見つけた美味しそうなケーキ3品を食べていきたいと思います。まずマロンタルトから。マロンのタルト、ファミマとはまた違うローソンの美味しさを味わえます。ローソン商品自体紹介するの久しぶりなんですけど、うまくできるかな。ではいただきます。栗好きならぜひ食べてほしいタルトです。噛んだ瞬間にマロンクリームの優しい甘さがふわっと広がってきて、口の中が栗の味に染まりました。タルト生地はしっとり系で、自分が好みのサクッと系とは違うけど、これはこれで美味しい。クリーム系はのしっとり生地の方が合うのかもしれません。では次、こちらご褒美スティックケーキ、ふわ生ダブルチーズ。これは少し高級感があるってことなのでしょうか、だと思うんですけど。ではダブルチーズという見た目通り、ちょっと動画だと分かりづらいかもしれませんけど、違うチーズが層になってますね。そして一番下にはクラッカーかビスケットか。ではいただきます。あなたが軽い食感のケーキが好きならぜひ食べてほしいです。軽い食感のチーズムースを噛むと、口の中でふわっとさっぱりした酸味が広がってきて、なんだろう、ケーキなんですけどしつこくなく、あっさりいただくことができました。で、一番下ビスケットでクラッカーが出てきましたけど、クッキーでした。裏の袋に書いてある表示を見る限り、一番メジャーなやつなんで忘れたかな。何、サクッとしたクッキーとの相性も良く、あなたがチーズケーキ好きならぜひ食べてほしいですね。最後はこちらのモンブランミルクレープ。これはうちカフェとは違うんですけど、なんか美味しそうだったので買ってみました。モンブランとミルクレープ、どんな組み合わせなんで、どんな味なんだろうな。ちょっと剥がすところ見せたいんですけど、それ見せたら絶対落とすので、もうこのまま、はい、案の定やりました。では早速ミルクレープいただきます。ごちそうさまでした。ですね、モンブランのねっとりとしたペーストがお好きなのであれば、このミルクレープ食べてほしいですよね。さすがにこの前食べたドトールのミルクレープみたいに、生地一枚一枚がしっかりとまではいきませんでしたが、層になっている生地とマロンペーストの甘さが、ただのモンブランとはまた違う独特な味わいを出していて美味しかったです。あなたがミルクレープやモンブランが好きなら食べてほしいですね。ですが今回食べた中だと、マロンタルトが素材の味を一番感じることができて美味しかったので、代表として5点とさせていただきます。本日もご視聴ありがとうございました。何かあなたが気になったケーキがあったら食べていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。演舞終演。